はい、皆さんこんにちは、おさむございますでしょうか。私はですね、どうしても夏のニュースでお話ししたいことがあって、なんとバンコクで早めに撮っちゃいました。この話はね、タイムリーに行かないとやっぱりね、ニュースソースって流れちゃうんですよね。いや、そんなことを含みまして、私は、ちょっとお腹をバンコクで壊したこともありましてね、帰って表に出なかったために、これはいいなってことでラジオをちょっと撮っちゃいました。アメリカ大陸でね、アメリカで大寒波、温暖化否定説が噴出ってありますけど、今更かよって言いたいんですけどね、ちょっとこの今更かよをちょっと僕は少し、真剣にね、行ってみたいと思うんで、ちょっと皆さんもお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。実にね、パソコンの環境がね、ネット環境悪くてね、つながり悪いですよ。もう本当にこの国はどうしてこんなに悪いんだろう。それとね、あと一般的なホテルでのね、やつを使うと高いんですよね。そろそろネットはみんな無料にするべきじゃないかと思いつつやっております。神田さんがお送りします、ナショナルニュースですね。今回は、アメリカ 大寒波で温暖化否定説が噴出をお送りします。よろしくどうぞ。さあ、ナショナル的ですね。私もね、もう本当にいろんな国行ってこういうのやってますと、実にインターナショナルっていう感じですね。それでね、なんと恐ろしいことに、これはなんだ、ネット上で、ホットメールがアクセスしませんね。ちょっと待ってるしかないでしょうかね。ミキシーも重いです。さあ、旅とっから行きましょう。ということで、このね、記事は、なんとですね、過去20年間で最も厳しい寒波は地球の気候が本当に温暖化しているかと、人々に疑問を投げかけているというふうに、まず最初のあれがしまして、星派ウェブサイト、ね、は、この大寒波を地球温暖化でっち上げの証拠だと呼んだ。また、事業家のドナルド・トランプ氏、トランプさんでね、はツイッターで、我々は今ね、ここ20年で一番 の寒波を経験しているが、ほとんどの人はこのような寒さを記憶してないと。これが地球温暖化クエスチョンとつぶやいたということですね、トランプさん。有名ですよね、トランプさんってね。はい、しかし、気候、科学者たちは今回の天候による現行の気象モデル、気候モデルが無効になるわけではなく、今週の極渦に関するさまざまな反応は、人が寒さを忘れてしまったことを示していると言っていると。ここ数日、中西部の一部の、地域では、気温がマイナス40度、体感温度に至ってマイナス51度まで低下し、はるか南のアラバマ州やジョージア州でもここ数年で一番寒さを経験したと。またそれによって20人以上の死者が確認されているということですよ。はい、テキサス州、共和党上院議員デッド・クルーズ氏は、寒いな、アル・ゴア氏はこんなことは起こらないと私に言ったのにとからかったと。アル・ゴア氏だね、アル・ゴアさんだな、ゴア大統領。ソーシャルメディア上で、なんか下がおかしいですね、は凍りついたアル・ゴア氏の写真が人々の間を、行き交っているということですね。テレビ番組の中で、キャスタージョン・スワット氏もそのようについて、からかったと。忘れられた寒さ、まあ、これ後で私ね、たっぷり言いたいんですけどね。しかしながら、ニューヨーク州にある、NASA ゴダート宇宙科学研究所の気象、科学者ギャビン・シュミット氏は、ナショナルジオグラフィックの取材に対して、人々が全体像を見失っていると話すと。我々は一般的な基礎知識、すなわち、気候の長期的な傾向を見守るべきだと。こう議論しているのは、地球全体の平均値であることを認識する必要があると同氏は話すと書いてあります。僕ね、最近ね、この手の話題いつも多いでしょう。本当にね、これね、継承してるんで、僕はこういうアホな気象学者はどうでもいいですけど、やっぱりね、誰でも分かる簡単な、高校ぐらいの、気象学があれば分かることをちょっと後で言いますからね。はい、8日の朝にセントラルパークで極寒のランニングを楽しんだというシュミット氏は指摘すると。気候データによると、北米では過去30年間気温が着実に上昇していると。また20年前に当たり前だったこの寒さを忘れてしまったというのは実情だと同氏は述べていると。まあいいでしょう。シュミット氏はミネアポリスを一例に挙げた。1970年代にミネアポリスではマイナス摂氏23度を上回った夜が毎年平均 14.7 度あったが、ここ数年は同様の寒さに見舞われたのはほとんど数日だったと。2002年から12年の10日間でマイナス23度を下回ったのは平均数は 3.81 だと。このように、状況は急速に変化した。温暖になっていく中、人々はこの寒さに驚きを覚えるのだろうとシュミット氏は言うと。我々はすっかり寒さを忘れてしまった。つまり寒さへの準備ができてないのだと。異常気象のパターンについて、この大寒波は平均を上回る、アラスカやシベリアの気温、オーストラリアの熱波など近年世界の中に影響を及ぼしている異常気象パターンの一例であると。多くの科学者は気象変動と今のような特定の気象現象の間に線引きをするのは難しいと述べると。はい、
まあ、気候変動が XYZ といった明らかな、要因によってどのように影響を及ぼされているか、多くの憶測はあるが特定するのはとても難しいとシュミット氏は言う。地球温暖化の影響でジェット気流に変化が生じ寒波が飛行されたとする報告もあるが、シュミット氏は憶測の、範囲と考えるわけですね。気象学者としては大寒波の直接原因を説明したに過ぎないし、カナダ北部の冷却された極渦と呼ばれる空気が大気圏上層に吹くジェット気流の蛇行によってアメリカと吹き荒れたという理由だと。1月7日に50州すべての、50州にはすべてで凍結温度に達したと。こう、気象予報士によると歴史的に見ればこれほど珍しいことはないようだと。それほど珍しくはないと。地球全体の気候変化を考えるとなんか嫌なっちゃった。シュミット氏は短期的な低温の、影響に振り回されないことが重要だと話しているということです。さて行こうか。うん、まず重要なのはどうしてね、じゃあ低温効果が起こるかって話を置いておきましょうね。低温になっちゃってんだからね。日本も寒いし、いろんなとこ寒いし、暑いとこもあります。でまず南極を、これ毎日毎日僕が言ってることだけど考えてみてください。夏ですよ南極、今ね、南極に氷が溶けないと困ったんです。これをまずどう説明するかですね。で北極の方は一時的に氷が全部溶けたって言ってたよね、全部ね、高校できた。で今どうなってるかってこと、この報道ないでしょ。それで現在気象モデルがもう当てはまらないのは当たり前なんですよ。わかりやすく言うとね、地球ね、例えば日本だけ見てもわかると思うんだけど、どこが日本が今温帯ですか。温帯ってよくどんな気候だかね、勉強したでしょ。違うでしょ。ものすごい台風の通り道が来てて、これモンスーン気候になっててね、亜熱帯ですよ。もう温帯40度超えないからね。こんなねバカなことをずっと続けて、そのモデルでずっと予測してるから外れるんだよね。当たり前でしょ。変わってるんですよ明らかにね。それは温暖化とかそうじゃなくて、地球の気象状況に一番及ぼす森林伐採とかそういうの全部変わってるんです。これ温暖って意味じゃなくてね。で一番問題なのは、何度もいつも言ってますけども、この氷、雪、これね、例えば何メートルとか積もり始めるでしょ。いつ溶けていつあったかなんですか。これ、次に暖かくなるための気象条件ってことを考えてください。ね、暖かくなったとしても、これを溶けて、氷点下40度ですよ、言っとくけど、40度超えてんだよ、実際はね。もっと寒くなるでしょ、寒い時は。そういうのが当たり前。普通、アリゾナじゃなくて、どこだったかな、まあ、例えば、ミネソタとかあっちのって氷点下30度になるんだけど、夏は40度ね。問題はこれを超えちゃってて、これがいつ溶けるかなんです。この雪、寝雪になって溶け始めてまた寒くなって、いわゆる寝雪になってそれが溶けなくなるんだよ、北の方でね。それが1年を通じて溶けなくなってまた冬になってくる、これ氷河でしょ、になるんだよね。はい。それで雪とか氷というものは光を反射します。地球の中に溜め込まないの、だから寒くなるの。いいですか。空気関係ないし、もう一つ言ってるけど二酸化炭素関係ないんですよ。二酸化炭素が温暖、例えばね、温暖効果があるわけじゃなくて、重いから下に行って上に飛ばないってだけのことでしょ。ね、南極は氷点下90何度になったら、二酸化炭素は全部凍っちゃって積もっちゃうんですよ。ね、ものすごくいろんな要素があって、積もって水と一緒になって炭酸水ができるんだよ。ね、だからヨーロッパの北の方には炭酸の温泉とか炭酸水が出るとかあるでしょ。もうこんなような状況が、温暖化だとか温暖化でないとかね、それよりも前に氷河期であるとか、なんでそういうふうに区分けをしたかを考えたとしてもね、体感温度マイナス51度っていう、まあそんな体感温度なんてね言い方のね偽物するんじゃなくて、実際はマイナス43度までなってんだよね。もっと下がるでしょね。雪降るですよ、簡単に言えば。低気圧が来てね、その低気圧の模様はまさに映画の中の、デイアフターツモールと全く同じね。数がちょっと少ないけど、こういうものがどんどん来て、今の夏の南極、すべてのそういうところをもう一度ね、検証してください。どのぐらいに寒くなってるか。温暖化って何なんですか？温暖化ってね。そこの考え方ね、地球全体の気温が温暖になってるとかそういうのってのは合計気温でどこでやるんですか？全体の温度、平均気温を決めて地球で比べるんですか？ね。この定義なんかなされてないんですよ。アフリカは何度になったら50度になりました。でもあっちは何度と。差し引きするんですか？差し引きするんですか？ね、一つ一つ考えてください。北米は明らかに寒冷化します、ね、日本は夏は暑いけど冬はもう明らかに寒冷化します。これが溶けなくなるとついに日本は寒冷化になるんですよ、ね、これを考えた上で我々は氷河期だどうたらこうだって言ってください。この土屋さんだか何だか分かんない人ね、大体気象庁とかそういうところは今のモデル、自分の使ってるモデルで OK 出さないと話にならないわけだから、絶対的にこういうのに対して反対意見を言います。さあそれをよく心したら皆さんね、寒冷対策してください。今年の冬、去年も覚えてるでしょ、雪で大変だった東京都。
というわけでまた来週、今度はアメリカです、どうぞよろしくお願いしますね。さようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。